富士フ,フィルム X プロには富士フ,フィルムから2016年3月3日に発売されたミラーレス一眼デジタルカメラである。同社 X シリーズのフラグシップ機の一つという位置づけである。2016年1月の発表では X70 及び FinePixp90 と同じ2016年2月18日発売予定だったが生産の遅れと世界中から 予想以上の注文があったことから発売が3月3日に延期になった。2016年のグッドデザイン賞カメラグランプリ2016カメラ記者クラブ賞を受賞した。2017年3月9日にグラファイト塗装のボディとそれに色調を合わせたフジノンレンズ XF23mmF2WR とレンズフードのセットフージョフィルム X プロにグラファイトエディションが 日本国内では1000セ,セット限定で発売予定。本体にはマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴・耐低温構造とした。下地を徹底的に磨いた後に、X プロ1と同じ黒の半円塗装を施したが、この塗装は業者から断られるほどの不溜まりの悪さであるという。ボディーはつにあるシャッタースピードダイヤル、露出補正ダイヤルは、 アルミ削り出しで作られている。シャッタースピードダイヤルの中に ISO 感度ダイヤルがあり、これを上に持ち上げることで ISO 感度の設定が行える。このダイヤル一つに38種類の部品が使われている。露出補正ダイヤルには C ポジションが追加され、この位置ではボディ前面のコマンドダイヤルでプラスマイナス五までの露出補正が行える。またシングルフォーカスモードで フォーカスエリアをダイレクトに操作できる小型のジョイスティックをボディ裏面に配置した。撮像素子は新開発の X トランスシーモス3で X シリーズでは初めて有効画素2430万画素を持つ。引き続きパターン性が少ない独自のカラーフィルター配列により改造感を損なう原因となる高学ローパスフィルターを省略した。 画像処理エンジンも新開発の X プリロセッサープロであり、これにより従来機を凌駕する画質を実現している。オートフォーカス即拠点は77。画面中央部49点が増面移送サイレアとなり、コントラスト AF との組み合わせにより、X シリーズで最速のオートフォーカス機能を歌う。X100T のファインダーを進化させた。 アドバンストハイブリッドマルチビューファインダーを搭載。光学ファインダーと電子ビューファインダーをレバー一つで切り替えられる。光学ファインダー内にイブフをオーバービュー表示し、ピントの拡大画像を表示することも可能。光学ファインダー使用時、レンズを交換することなく、レンズごとの画角を確認する機能も搭載。X シリーズで初めて SDX-C。C SDHC、SD カードのデュアルスロットを搭載。スロット1は UHS2 に対応。Wi-Fi 機能を搭載し、専用アプリを介して、スマートフォンや PC への画像のワイヤレス転送や、リモート撮影に対応する。RAW フォーマットは、非圧縮とロスレス圧縮から選択可能。X シリーズの特徴である、フィルムシミュレーションには、新プロセッサーの搭載により、 新たに、モノクロモードのアクロスが追加され、全15種類となった。同社のモノクロフィルム、ネオパン SS アクロスの流れを組むもので、従来のモノクロモード以上の滑らかな階調表現、引き締まった黒、美しい質感再現が可能という。このモードはメーカーが写真家からのヒアリングにより、モノクロ画質の向上を望む声が多かったために、搭載されたものである。また、 フィルムの粒上感を再現するグレインエフェクト機能も搭載されている。ありがとうございます。